ジン、こっちだ。大海から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭はたけし。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。
そこのお方、温まってってくれ。お主、たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大見への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。人には真似できないような技を使ってらっしゃる。弟子にしてくれないかな。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。死ぬまで諦められるか。できることは。鼻を折ってやれば。ここへ。
走る。氷の宿営に向かおう。三階様、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。飲みました。たばっ、ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。Let it stay! Get out of my way!
獣者がすることだ。それが猛虎だ。ヒコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。おい、ウドクちゃん。今少し待て。今だ。殺してやれ。お前ら集まれ、足に急ぐぞ。志村様が援兵を募り軍を作ったとき、なぜあんたが率いない。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ユナ、まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。橋を攻めようが攻めまいが、危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。
槍川の戦士も一緒だ。分かった、あんたクロードか。だがヤバいから大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。なぜ門を開けるまで待たなかった。あんたが様の番だよ。クロード様に。クロード様。サカイ様、ちょうどいいところに。抜けるなよ、ノリオ。腕を上げたの。始めましたゆえ。別人のようだ。なんとかなったね。さあ、砦を奪いますよ。そろそろいいだろう。おのおの方、怪我は。少しもないわ。まあ、今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった。ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った、早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。酒井先生、巴の件ですか。この間にも巴の旧兵は島中の民を襲っておるぞ。ならば共に止めに行きましょう。ロード様の鎧を見たけど、あれじゃ猛虎に勝てそうもない。何を拾っているんだ。クロードが刃を交えるのは聖者だけではない。この世に存在する。ここへ。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は。みんな支度は済んでるよ。ハーンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。
あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるか。浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかった。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。Bolluk.
haven't bet. Hey, Udo, get to Harta.樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。前の静けさ、こちらの理になるよ。今は火を消したままにしておく。蒙古の船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、あの岩場から蒙古の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。あの辺りに兵はおらんの。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだ。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。
酒井。聞いたか、石川先生は死んでなかったって。いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。おじ上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。ではおじ上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。どんな鎧でも扱います。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。あなた様のお役に立ててよかった。必ず早く出陣したいものだな。どうだ、怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？風、空を裂いて走れ。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。陣、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？
人、妖霊。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらん。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。下がったと示すだけ。志村は後ほど主幕で演説される。士気を高めるためいよいよ藩と刃を交える時か。風の音だろうな。いらん手間を取らせるな。できねえや。
荷が改められるまで待つか。怪しいものはないな。放っておいて。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。我らが相対したどんな敵よりも手ごわい。奴らは我らが島の村々を焼き尽くす。いた、号令していらっしゃる。
叔父上、蹴取られてはならん。お前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。島で食い止めねば、将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬか。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得たのだ。クロードは島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせよ。承知いたしました。要求して見張りましょう。おお、目指すは最上階。今なら忍び込める。近くの2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通りだ。ハーの動きは突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。俺の座敷、ここに帰ることはなかろう。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば
その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時、何卒ご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。Thank you.